それでは、えー、講演会の第二部を、えー、再開いたし,いたします、えー。牛尾先生、よろしくお願いいたします。えっと初めましての方と、いつもお世話になっておりますという方と、ご無沙汰しておりますという方で、牛尾彩香と申します。よろしくお願いします。 まず私の自己紹介から始めさせていただきます。私は昨年から千葉県の九十九里町というところでお仕事をしています。以前はフリーランスの看護師をしてました。で外来だったり、在宅訪問診療で、病院の療養病棟だったり、アテンドナース。 だったりお寺さんと一緒にお仕事をしたりしてました。えー、で、えっと、これまでの私の看護師として見えた景色を少しご紹介させていただこうと思ってます。で、えっと、写真はですね、私、高校3年生の時にえっに、と、マザー・テレサが開いた施設が見たくって、インドを訪れました。その時に撮った写真です。で あその通りでどこですかそうです、そうです。はい、はいいで、えー、と好きな言葉も載せてみました、えーと。これから20分ぐらいお話をさせていただきます。えーでえー、と言葉の意味とか分かりにくい場合がありましたらまた後ほどご質問をください。えっ、ー、と皆様もご存知の通り、現在、 多死社会と言われていて年間の死亡者数143万人です、えー、2030年頃から、えー、年間死亡者数が160万人を超え始めて2040年、えー、超多死時代が来ます166万人と言われてますねなのでえっとできる方今できることから準備をできない方難しい方は えと力になってくれる方を見つけることが大切だよと思ってます。で、えー、と私自身、家族を見とったり、家族ががんが見つかって大きな手術を受けたり、看護師という仕事のほかに,自分に、自分も患者だったり、患者家族だったりします。その中で思うことは、まあ、意外と生きたいように生きる。 生きたいように生きてもらうのは難しいなと思ってます。で、その中で、えっと、大切だなというところが2つあると考えます。1、患者力を上げる。2、アドバンスケアプランニングを取り入れる。えっと、アドバンスケアプランニングと私、対応するんですけど、 すごく喧嘩を負ってるわけじゃないんですけど、人生会議とイコールです <laughs> まず一つ目の患者力を上げる。患者力とは、自分の病気を医療者任せにせず、自分事と,として受け止め、いろいろな知識を習得したり、 医療者と十分なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、人生を前向きに生きようとする患者の姿勢。これ、えっと、定義を考えられた大学の先生もあるんですけど、いつも人生を前向きに生きようとするという前向きは別に前向きではなくてもいいのかなっていうのはいつも引っかかってます。で具体的な力とは1、病気や治療の2回。 2、に話し合えるコミュニケーション能力。3、自分の思いを伝えられるスキルで。なぜ患者力を上げることが最切なのかというと、1つ目、納得して後悔しない治療を選択できる。物事の中で納得ってすごく私の中では重要な な気がしています <laughs> 2望まない治療を回避できるでえっと私看護師の仕事をしていたのでえっと病院にかかる時ってこんなふうにするといいよっていうのがちょっとありまして、えー、5つのポイント 1, です、えっと、症,1症状をまとめたメモを用意するいつからどこがどのようにをまとめたメモを用意するで、えっと、文字でまとめておくと自分の体調や病状の変化に気づきやすくなり、えっと、自分で疑問に感じていることも明らかになるという利点がありますで一方で医療者側お医者さんは限られた時間の中で えっと、効率よく患者さんのことを知りたいと思っているのですごくありがたいです。2、病名治療法を先に言わない。えっと、どうしてもこう自分で病名を決めてくる患者さんを嫌う先生がまだもう少しいらっしゃいます。で3、メモを取りながら話を聞く。やっぱり医療用語難しいので、先生が難しい言葉を言ったらひとまずもうひらがなで殴り書きを。 てそしたら後で振り返れるので、えー、4質問は3つメモを用意するえっ、ー、と先生一方的にしゃべってもあの質問の紙をテーブルに出して私はこれが聞きたいんだみたいなアピールをしておくとなんか先生がそれは何で書いてあるのって聞いてくれることがあります、えー、5本人と家族介護者も同席するえっ、ー、と今お一人で あの手術とかの説明を受けるのがすごい難しい方がいらっしゃって、私、訪問看護であの同席したりもしています。2つ目の大事なこと、アドバンスケアプラーニングを取り入れる、えっと、アドバンスケアプラーニングの定義が上に載っています。<laughs> でえっと、正直、アドバンスケアプランニングを理解しようということが私にとってはすごく難しいなと思っていますで。なぜ難しいのかなって考えたときに定義が曖昧だったり広かったり見えにくいですし答え合わせが難しいです。で私の解釈です、えっと、当事者にとっては自分のことを知ることであり支援者 ととしてはその人を知ることなぜアドバンスケアプランニングが大切か、えっと、この厚労省が出した上田とか市原市の行政の皆さんがなぜ必死にこれが大事かっていうのを私の解釈になります。 自分が大切ににしていることに気づく。2、今生きていることが分かり、どのように生きていくかを考える。3、望まない治療を回避できる。4、本人の意向が尊重されたケアを早期から受けられる。5、亡くなった方の、残された方の不安や後悔が減少する。 まとめ、1より良い医療とは患者にとって納得のいく医療を受け自分らしく生活できること2できる限りの治療医療は穏やかな死を遠ざけるかもしれない3生きたいように生きるため生きたいように生きてもらうために大切なこと1患者力を上げること2アドバンスケアプランニングを取り入れること でえっと、そうは言ってもですね、自分で決めることとか、あの特に大切なことだったり、命に関わることは、まあ、難しいです。で、えっと、私、訪問看護のステーションもやってるんですが、えっと、NPO 法人はというところで、昨年6月から先輩と一緒に事業を承継してやっております。でその中で 有料老人ホーム、シェアハウスと呼んでるんですけど、そことデイサービスを運営しています。で、えっと、そこのシェアハウスの高齢者の方が入居されてるんですけど、理由はそれぞれなんですけど、シェアハウスに自分で決めて入居するって決めた方って何パーセントぐらいだと思いますか すごいですね、14%です。残り86%の方は、えっと、ご家族だったり、周りの方が決められているますね。はい、でなので、それがいいとか悪いとかではないですね。<laughs> で、今回、えー、我々があのちょっとずつ動画を 作っていてい、えっと、それをちょっとご紹介したいなと思います、ねえー。主人公の方は80歳女性で、男性ヘアカットをしているのが実の息子さんとお嫁さん。ありがとうございます。 でえっと、何が言いたいかというと,、えっと、この方は家に帰りたかったんです、本当は。でも、ご家族がどうしても難しいっていう判断をされて、うんはいでえっと、それでも、あの機関が、えー、隊員から、 お家が引っ越すまでにすごく準備期間が23ヶ月あったの中で、えっと、いろんな方のこう納得、落としどころの準備ができてうちのスタッフの準備もあできたんですね。なのでなんかそんなに悪くないんじゃないかなって思えたんですね。なのでちょっとご紹介したいなと思いました。でえっと、先ほど 説明しましたけど、できる方、決められる方はもう今からどんどん準備をされて、そのまんま進んでいただければいいなと思います。ただ、それが難しい方は、あの力になってくれる人を見つける、探す、ちょっと相談してみるみたいなところがいいなと思っています。でえっと えっと先日、ハーバード大学の成人発達研究というところで、えっと、75年かけた追跡調査の結果が出てました。人間の幸福と健康についてでしたね。で、えっと、そこの結論は、私たちの幸福と健康を高めてくれるのは、いい人間関係である。家柄、学歴、職業。 家の環境、年収や老後の資金の有無といったことではなく、人間の幸福度、健康と直接的に関係があったのは人間関係だったという結果になったそうです。しかも友人の人数は関係なく、たった1人でも心から信頼できる人がいるかどうかが重要だということが分かったそうです。はいなので やっぱりその86%で自分がこう意思表示みたいなところがなかったとしても一人でも力になってくれそうな人を探して見つけて相談できるといいんじゃないかなと思いました。はい、以上です。ありがとうございます。でえっと、いつもあの 私の発表を聞くとザイヤさんが質問をどさっとくれるので何かありますか先にはいあのー、高橋ですけれど、えー、牛尾さんとは、えー、これ3年ぐらい一緒にやっていますけれどあのこのあと皆さんと一緒にちょっとなんかこう 話をするとか質疑応答のようなお時間だと思うんですけど、あのちょっと <laughs> 一言を言う,言うってことですかね。生、あのー、きたいように生きるためってスライド見せてもらえますかそ,のそ,のそれから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 ありがとうございますなんか あのいや牛尾さんってね普段もっとすごいよく喋るんだけれどなんか割とあ,あっさりと終わったなと思ってでもすごく大事なことを,をおっしゃっているけれどすごいポイントがすごいシャープだったんでちょっともう一回見てみたいと思ったんですけどあのさっき僕は人生有限の命だからあの有限の命やあのなんの寂しいものでもあるかやっぱり寄り添われるってことを人は求めるって話をしましたけれど。 それ,それとまあ重ならないわけではないんですよね。生きたいように生きるため。えー、あのもちろんだから、生きたいように人は生きれないんですよ。生きたいように人は生きれないんですね。だからこそ、生きたいように生きたいというふうに思えるとか、望めるということなんですよ。<laughs> 難しいからこそ大切なことってことなんですよね、きっとね。で、でだから、難しい。 けれど、難しいっつうかほ、自動的に生きたいようには生きれない。生きたいようにでも生きれると、やっぱり後悔がそういうことないとか、うん、なんかやっぱり悲しみが小さいんですよね。ね。で、そういうふうなことっていうのと、だからなんだっけ、映画最後まで、今日のテーマが、伝えよう最後まで笑顔にいるためにですけれど、まあ、 笑顔って強制できませんよね、笑って言って笑うもんじゃない、でも自然に笑顔が出てきたら、すごくそれは本人も周りの人もすごく嬉しいことで、そのためにこの患者力とアドバンスケアプランニングが大事だっていうふうに、普段のお仕事で思われているということなんですよね。それで、なんかちょっとごめんなさい、病院受診時5つのポイントって見せてもらってもいいですか。はい、はいはい あの病院とか行く時に話をやっぱりすみませんやっぱあの一方的にお医者さんからされて困って帰ってきちゃうってことすごくあると思うんですね。あの私の父母群馬県に住んでますけどお父さんの病気であのお母さんと一緒にいてなんか手術がんの,の手術でしたけど説明をされて帰ってきたって言ったけどお医者さんなんて言ったっていうふうにお父さんお母さんに聞いたら全然覚えてないしわからない。 けれど、サインだけしてきたって言って、これからお父さんが何の手術を受けるか、お父さん全然わからないっていうことがありました。で、なんか笑い話なんだけれど、笑えないのは、お父さんはのがわからないまま、肺がんの手術をしたら、ショックであのなんだ、手術が終わった後、ちょっと精神的に、カーって、洗毛って言うんですけどね、カーってなっちゃって、すごい怒りん坊で暴れちゃったりして、大変だったんですね。なんで、やっぱり、 病院ってすごく時間が短いから、こういうメモを取るとか、質問を用意しとくってことってまあご、やってみると分かるんですけど、すっごく大事で、これ、小手先のテクニックではあるけれど、でも知ってると知ってないでは大違いなんてことがあるってことなんかななんて思って聞いてましたね。また、だからぜひ後であのあでのご質問とか受けるといいかなと思いますよ。そそれにその あアドバンスケアパン人がなぜ大切なのかっていうこととこちょっと見てもいいですかあのこれちょっとこれもこれってじゃあ具体的にどうするのっていうことが多分皆さんの質問であると思うからちょっとそれを聞いてみようと思うんだけれど僕なんか見てると要は自分とか自分のあるいは面倒見る人とかがお医者さんとか看護師さんとか訪問看護とか 介護とか、えー、ケアマネさんとかいろんな人に関わりますよ病院とか国そういう時に、結局、それこそ自分とか、あるいは本人が何を大事にしているかとか、何を望んでないかということを言っていいんだということだってことであってますかそのスタッフさんにね。大体遠慮するんですよ。例えば、お尾さん、今こうやって話してるけど、普段は看護師さんだからこう、看護師さんに対してちゃんとしなくちゃいけないとか、<laughs> お医者さんが来たらお医者さんに対してちゃんとしなくちゃいけないとか言って、<laughs> はい、はい、はいって聞いて。 ななんだか分かんないけどお家帰ろうっていうふうに普通は思うことが多いと思うけれどあでもうちのお父さんはこういうことが大事にしているからこう,こういうふうなことはちょっと不安だと思うんですってことを言ってもいいっていうようなことなのかなって思うんですけどそういういことなぜ私がこの人生会議っていうのをただただあの長いカタカナにしちゃうかっていうと。 あのすいません個人的な感想なんですけど会議をする前にまず自分で自分を知ること会議できないんですね自分のことをわからないと言えないんですかなぜなら考えてないから言葉になってないからまずそこからスタートできるといいなって思っていてだから自分が大切にしていることが自分が気づくんですねその後お父さんだったり子供さんだったりに伝えれる。 まあ友達とかの方が伝えやすかったりするんですけど、で、えっと、でその結構すごい上のステップで病院に行った時に自分で、ね、言えるようになってくる、トレーニングだと思うんですよね、慣れみたいな。で、えっと、あの病院に行った時にお利口さんにならなくて大丈夫なんです。病院に行った時にお利口さんにならなくていいとおっしゃいました。<laughs> お利口さんんになっっちゃうんですよ病院って <laughs> 森高さんで待ってないといけない気がするじゃないですか、すはい、次の方どうぞって言って、森高さんで、森高さんでなっちゃいけないっていうことなんですか。ちゃんと聞きたいことは2回も3回も、先生、なんて言いましたかって、嫌な顔されても聞いて大丈夫です。で、その先生に言えなかったら、看護師さんよ、なんか優しそうな人に探して、どういう話だったんだろうって、聞いて大丈夫です。あのそ,うそういう、なんだろうな、サポートを見つけましょうみたいな話でしたね。 で,すか <laughs> でもあの病院でお利口さんじゃなくて言えるためにはやっぱり、あのーまあ、自分じゃなくてもその,くとその人でもいいですけどが普段何を大事にしているかってこととか、えー、どんなふうな気持ちで生きているかってことをみんなが知ってないとつまり喋ってないと普段から言えないってことってことなんですかね。そう,そうですよね,、はい、そうですねだから一番にまずまず自分っていうのを持ってきましたね。はい あのいきなり話し出しちゃいましたけれど、えーと、まだ牛尾さんのコーナーでしたよね。だから、一旦た牛尾さんのコーナーが一区切りで、で、はいえー、また質疑応答とかなんですかね。はい、じゃあ、ありがとうございます。牛尾さんのコーナー。 後ろ様、ありがとうございました。まあえー、先ほど、えー、先生からお話ありましたように、じゃあこれからです、ねあのー、質疑応答に移らせていただきます、えー。高橋先生、後ろ様にご質問などある方、挙手でえお伝えください。あでは、こちらの方。 えっと、それこそあのちょっと個人的なものにはなると思うんですけど、私その、人生の最終段階に行くまでに大きなターニングポイントが、えっと、3つぐらいあるって思っています。でえっと、よく言われるのが、えっと、色を作りますか鼻からのチューブを色にして、栄養を入れますか入れませんかこの後 えと点滴だけにしますかっていうジャッジは結構多くで頻発するしています。でその次の段階で季節をしますか息が苦しくなったり、痰が多くなったりした時にどうしますかっていう選択がよく言われます。あそっか、あ気管切開だ。はい。喉<に>えっにメスを入れて。 息をしやすくすすくるとというところがありますねで、えっと、よく一般的に言われる人工呼吸器を使いますか、使いませんかっていうのも大きな選択ですねで、えっと。最近ものすごく多いのが人工透析をどうしますか、えっと、もう本当にここは人それぞれの考え方で。 えと数年前の経験として、90代の患者さんが人工透析をしますっていう決断はされてます。それがいいとか悪いとかではなく、ただ70代の方が人工透析をしませんと言っておられたり、そこはすごく大きなターニングポイントなのかなと思っています。 まあ今はあのいわゆる医療措置の話ですね。医療、あの栄養を入れることですね。そして気管、切開、人工呼吸器っていう、まあ、本当に人生の最後の時にどれくらいの治療をするかという、まあ、いずれも正直言ってとても重たい選択の話です。で私が今、ご質問に対して別の角度から答えようと思うのは、どこで療養するかという選択肢もあるんですね。 だいたい病気しんどくなると入院しますよね。でも入院した後最近はあの先ほどの話ではないですけど退院することが多いんです。まあ、退院をしないこともありますけどね、あの慢性期病院って言いますけれど、まあ、ずっとまあ,ある種病院で入院をしながら過ごすっていう選択肢もあります。えーまあ、一応、お医者さんや看護師さんがいつ来てくれる、でも病院だからあの白いね。 感じのところでで寝ているっていうようなイメージですかね普段の暮らしからは、まあ、ちょっと切り離されるかな。あとは、えー、なんといっても、えー、自宅、在宅医療ですね。あの自宅だとろくな、えー、医療が受けられないんじゃないかって思われる方いらっしゃるかもしれない。どうかなあの今はあの訪問診療や自宅訪問看護で、 えー、呼吸器、あの今、その重たい呼吸器の管理とかをつける時でも十分自宅で、えー、診療が受けられるようになっています。ですので、自宅でいわば最後まで療養するということは選択肢になります。自宅の良さっていうのは、まあ、自宅が嫌いな人はちょっと嫌かもしれないけど、自宅が好きな人、自分家の畑とか、自然とか景色とか、近所の人が来てくれるとか、それううのすごく大事 なんですねだから自宅で療養するってことはできるっていうことはあのぜひ知っておいていただきたいということです。そしてもう一つがいわゆるその施設と呼ばれている老人ホームとか、えーまあ、いろいろあるんですけどね老犬施設とかいろんなものがあるんですけれど、まあ、いわゆる自宅じゃないところにまあ引っ越して、まあ、そこで、えーまあ、集団で住むっていうことになります。まあ、こんな選択肢もありますけれど あの自宅でで、えー、やること,とも可能です自宅だと介護が大変じゃないかって思われる方も多いと思います。でそれはそうではありますがそれを支援するためのサービスとしてあのそれこそケアマネージャーさんとかいろんなものがあるので自宅という選択肢っていうものもあの、まあ、これはいわゆる療養する場所住まう場所ですけどねそんなこともあるってことをお伝えしておこうかなと思います。 あの映画や小説の中での詩っていうものをモデルにするっていうかあの方も多分いらっしゃるんだと思うんですね。で私自身はごめんなさいすぐにパッとは思いつかないんですね。あの例えばね1000年前のお坊さんの西行さんっていうお坊さんとかは桜を見ながら満月のもとで桜と一体化しなくなりたいとか言って。 言ってる歌を残してたんですね短歌で1000年前のお坊さんです。で、本当に桜の満開の日に死んじゃっているっていう有言実行のやつがいるっていうのは聞いたことあります。あの意外にね、きれいな花を見て亡くなりたいなんていう歌を残している日本人はずっといるから、そういうようなこととかはあるかもしれないですよね。で、あの、 もうちょっとなんか今風の話をするとよく言われるのは信頼できるお医者さんや信頼できる看護師さんまあ信頼できるかかりつけ医じゃないですけれどそういう自分がなんか弱っている時に弱音とともに相談できるそういう何らかのお医者さんとかケアしてくれる人を見つけておくことは大事だっていうふうには言われたりしますそれは死に方の本題ではないですけれどね あの人によってやっぱり死に方っていうものなくなり方をなんかイメージしてる人っていうのもいるかもしれませんけどどちらかというと少ないかなっていう気はしますね生き方の方がみんな生きてるわけですからわかるで生きていて本当はあれ死んでたみたいなのが一番いいっていう方が多いのかなっていう気はしますけれどまあそんなふうに思ってるんであればそんなふうな感じがいいってことで、えー、と相談をしていくといいかなっていうふうには思うんですよねいかがですか はいえー、と私はそのあの映画だとか本で紹介できますという共有のものはごめんなさい出てこないんですってで、えー、と個人的にこうありたい私だったらこの選択をっていうのは医療関係者ではあるのでもうばっちり決まってますただそれをここでは言えないので何が言えるかって考えた時に私その、えー、と法人を運営 をしていますでシェアハウスをやっている中で、えっと、スタッフとずっと言っているんですけど自分の親だったり大切な人が、えっと、ここに来たいって思うようなところを作ろうってみんなで言ってますで、えっと、デイサービスに関しては自分が通いたいデイを作ろうってなのでそれはあの望んで死ぬ望んで死ぬ人って多分いないんですよね ほぼ見ないです今まで1人か2人かなっていうところです。あとの方はどんなことがあってもやっぱり生きてたいって思っておられます。なので、あの死にゆく生き方というよりも、なんかいらないことだったり、不要だったり、不快なことを除いて過ごせる場みたいな、ちょっと話がずれましたかね。なんかそういう場を自分が、自分たちで。 こう作っていきたいなって思ってますね今は。はい、<music> ありがとうございます。えっともう話を聞いているだけであのすごく難しいですね。先ほどもあの施設のトップの方は他に来られていてちょうどそんな話をしてました。でえっと、うん、そのなくなると。 声が聞けない人からの、えー、と私、拾うのは、体不快をよく拾うようにしてます、えーと。あったかいタオルを当てたのが気持ちいい、温度がどうなのかとか、例えばすいません、マニアックな話で、えー、とこの茶熱厚湯が好きだったのかなとか、長湯が好きだったのかなとか、いつも探ってます。喋ってくれないので、もう少しごめんなさい、あの掘り起こすと、えー、とだから、 その人が一言でも俺は銭湯が好きだったって誰かに言ってたり書いておいてくれたらもっとケアがこうっていう思いがあって今ここにいるんですねだからこれを普及したいみんなで考えようみたいなところになってますでえっとすいませんあのそのシビアな命の子話をする ところは私も本当に今ももう手探りででですすすごめんななさいいい何も言えないですねはあの今のは看護師さんの方から看護師さんの方へのまあ、プロ同士の会話だったわけですけれど私みたいな人がいつも聞いてすごく思うのはあ例えばこう,うちのじいさん長湯が好きだったなとか風呂が好きだったなとかいうことをそんなの お,お医者さんともケアとも関係ないじゃないですか。喋れるわけもないけど、こんなことを伝えるだけで、こんなふうに面倒を見てもらえるのかもしれないっていうのがすごく驚きでしたね。あのまあ、あのうちのおばあさんは逆にお風呂が大嫌いなんで、あのデイケアとかあのサービスとかにお風呂とかつけ込まれると、ものすごく機嫌悪くなっちゃってたんで、あのお風呂嫌いなんですっていうふうに。 お風呂もね、暮らしであって、医療と関係ないところがでもやっぱ暮らしそのものがやっぱり人生なんですよね。で、プロの看護師さんとか、プロの方々が面倒を見てくれるときに、その暮らしで何を大事で、あら、何が嫌いかってことがすごく大事にしてくれて、こんな風に面倒見てくれてことを知れただけでもよかった。 で、あ、なんでみ、あの皆様もぜひそういうようなこととかを周りの人にぐちぐち話しておことは絶対後で聞いてくるっていうことはお伝えしたいかなと思います。はい、ありがとうございます。<music> はい、ありがとうございます。またちょっとプロな話ではありますけれど。 あのまあ、の看護師が牛尾さんだから後半牛尾さんにお話しいただこうと思いますが、まああのまあ、僕は本当にあのお医者さんとかではないのであの生きている生活者としての,の話をしましたけどやっぱり今有限の命で人は寄り添われることを求めるっていう話をしたけどじゃあ実際どんなやり方があるのかっていうまあ日々揺れ動きますよね。訪問看護の 事、えー、業されているってことが一番そういうところに関わるところであの治療の方針とかあるいは意思とかも変わっていきます。で、あのー、この人生会議とかアドバンスケアプランニングって考えのひと一つの大事なところは人の意思っていうのは意思というか意思ですかこういうふうな治療を受けるとかそういうのは日々揺れ動くっていうことは当たり前だってことを前提としているんですね。なののでそそれはやはやりその うん、あの揺れ動く意思っていうものは本人でだ本人さえもこうあの右往左往するしもちろん周りの人も振り回されるっていう性質があると思うんですけど、まあ、その中であの最善の方法ってものを取っていくっていうことをでその最善の方法ってものを話し合える関係性をその あの訪問看護とかプロの方とかお医者さんとかあとは家族も含めてのその話し合えるそういう環境を作っていくってことが大事だと思います。つまり何が言いたいかというと、えー、病状は日々変わっていきます、体調も日々変わってきます、どういう治療を受けるかの判断も日々迷う、これが当たり前だとすると、話し合っていくしかないんですね。お医者さんのチーム、訪問看護のチーム、家族、で本人の人がもしあの話せなければ、話せればいろんな状態があります。でこの時に話し合えるっていう ということととをすすする時にははちょっっ安心しななないい人って話せんんででねそ肝はつまり、えー、と本人は苦しそうだからこうしたいとかいうふうに言うとかあの例えば看護師としてはこれが大事だと思うけどやっぱりこうした方がいいかという迷いながら話すにはちょっと安心して話すっていう関係性が必要で、まあ、雰囲気ですよね。ですので秘訣はあのあのいろんな知識とか選択肢があるけどなんか間違って うこともあるかもしれないし迷うこともあるし一旦決めたことが間違いでまたや,るやめるかもしれないけどそういうこともありながらも話していきましょうっていう雰囲気を関係者で作ることこれにかかってると思います。ですのでスタッフさんの研修とかをされる時にはやっぱり安心して話せるっていう雰囲気そのさっき納得って書い言ってくれたけど納得難しいから。 でも,でも納得できるときもあるんですよね。明日納得できなくなるかもしれないけど、そんなこともありながら、でこ,ここまで言うと、実は医療とかケアじゃなくて、人間と人間の話をし合えて、分かってもらえたりすることの難しさと、でもそれができたときのありがたさ、そういうレベルの話なんですよ。いわゆるコミュニケーションのレベルが一番大きいんです。それがあるからこそ、いわば最善の医療の選択っていう話ができるっていうことを、 のとところを大事にすすればいいいかなと思いますあのもちろん医師の判断で最善の治療はこうであるとかそれに従うというそういう医師の診断や判断ってものもすごく重要ですけどそれと同じぐらいの大きな天秤として私たちが普段の話,話をしたり聞いたりする経験の中で感じ取っているこの安心して言える言えないけど今日は言えたみたいなことを大事にするような けんあのまあ練習をスタッフの中でされるといいんじゃないかなと思います。い,いかがです。はいえっ、ー、とですねあの私その企業さんとかあの多職種連携をというのをもう少し広いくと捉えておりましてえっ、ー、と。 うちのデイサービスだとか有料老人ホームって僧侶さん入ってもらうんですね。で、えー、と宗派関係なくお勤めしちゃうんですね。で、それは、えー、ともうすごく一か八かの賭けみたいなところはあったんですけど、もう今それは定着しつつあります。で、えー、と私がスタッフが、会社がこうあの頼れる人をずっと探し続けてるんですね。あの それはと葬儀屋さんともあの尊敬をする方とはつながっていますし、医、え、師、っと、屋さんだったり、もっともっといろんな方と、資料の方もすごくお世話になっていますっていう,なんだろうな、サポートをあの医療、介護、福祉だけでもう賄いきれない時代がもう来ているんですね。で、あのお伝えしたように、えっと、超多死時代なんかもう人はいないです。なので じゃあ誰が担っていくかって考えたときにもっともっとこ仲間を、えー、と増やしていけたらなっていうところでサポートを助けてほしいなと思って動いているのが工夫ですかね、今の、はい、ですね。はい、それでは、えー、会の終了に際しまして、えー、最後に講師の、えー、お二人から皆様に一言いただけましたらと思います。 えっとあのあっという間の2時間であ,のありがとうございました今日はあの私からの,あのしつこいメッセージのような話なんですけれどあの私全然ね医療の話してないんですね <laughs> 申し訳ありませんだけれどあの人は年を取ったり病をするっていうことで得られるのは知恵と 癒しだっていう話っていうものをやっぱりしたかったんですね。あのその大事なこと大事なことをあの周りの人に伝えておくとそれがいいケアにつながるっていう話を牛尾さんしてくださいましたけれどその大事なことの中の大事なことっていうものは何かっていうと自分は何で癒されるのかっていうことだと僕は本当に思うんですね。あの癒されるとかあの っていうのが普通の感覚だと思うんですけどやっぱりあると思うんですよね演歌でもいいんですあの絵でもいいんです人には言えない趣味でもその自分のやっぱり癒されこれが言えるなっていうようなことっていうのが僕は実は人生の意味っていうのは自分が何で癒されるのかってことに気づいていく旅だっていうふうにすら思っていてそんなことがいつあのあの、ね、小説映画好きとかも含めてですよ あのそういうことがやっぱり人生の生き方とか、あるいはまあ命のしまい方なんてことに大きく関係してるかなと思うので、僕からき今日皆さんにお伝えしたイメ,ージあのメッセージは、やっぱり自分がこういうことで癒されるんだなってことを、なんか気づいたりするってことがといいんじゃないかなってふうに思うので、最後にお伝えしたいかなと思います。本当に今日はありがとうございました <laughs> えっと今日はあのすいませんあの、ね、プロの方と隣で話してあの、なかなか聞きが悪かったかと思いますが、聞いてくださりありがとうございました。えっと、あすいません、最後、自由にこう話していいよってなった時にあに、本当に自分が言いたかったことが少し出たのかなと思ってます。本当にあの私も何度も言いますが、もうできる、ここに多分おられる方は、あのもうやっていたり、もう。 自分のことを少し分かっておられたり前に進んでおられるのでもうどうかそのままどんどん進んでいただいて、はい、あのいいケアだったりいい方とサポート体制足に方向にしか行ってないですけどでもそれがあのいつの日か自分が救われるかなと思っていますそう信じていますで、えー、と医療介護福祉の方は本当にあの人手の不足の中大変だと思いますが あの、そういうところを、あの、拾っていきながら。うん、決めることが難しい方を、一緒に、その時間をそこに割いて。あの、サポートできたらなと思って、私も仕事をしています。今日は一日ありがとうございました。高橋先生、後様ありがとうございました。皆様、最後にもう一度、講師のお二人に盛大な拍手をお送りください。 本日は皆様お疲れ様でございました。